Right here, right now is all I ever want. All my yesterdays and my tomorrows are right here, right now. It's what I waited for. Now I can't say this is the best day of my life.もう12年になるんだね。付き合い始めた時からじゅんちゃんと結婚すると思ってた。8年目、会えない日も増えたけど必ず日曜日は遊んでたね。そんな唯一遊べる日はとても特別で、改めてじゅんちゃんのことが大好きだなと毎週のように思っていたこと、今でも覚えています。今日のコンセプトが、はい、ラッキーサンデーじゃないですか、はい、僕その時気づいたのが、はい、彼僕が飲みに誘っても必ず日曜だけは今日は行けないっていうんです。I would find a way to make this moment last. Right here, right now is all I ever want. 入社して8年経ちますけど、はい、一度も弱音を吐かない。さらに必ず前向きでいる。彼が暗いところを多分一度も見たことがない。我が社でもムードメーカーのエリさんなので、明るい家庭の根本を築いて、ずっと手をつないで、呼吸を整えて、末永くお幸せに。彼は一生の友達じゃなくて一生の親友だなと思いました。あなたが選んだ男性ならきっと素晴らしい方に違いがありません。I would bring down all the stars up in the sky to shine on this moment in time. If I could stop the hourglass, the grains of sand before they pass. No future and no past. And if my dreams could come to life and all my wishes realized, I would only wish to make this moment last.8月18日、我が家に待望の第一子誕生。名前は純一。その名の通り、心優しい素直な子に育ってくれました。ママははっきりした性格で、特に怒った時の迫力はすごかったけど、誰よりも愛情をたくさん注いでくれました。エリは人の思いを感じ、受け止め、人の思いに応え、寄り添えることができる子です。そう思わせてくれる自慢の娘です。そんな自慢の娘エリオ、じゅんちゃん、あなたに託します。今日という日を迎えるために結構前から2人で準備をしてきました。エリと出会って付き合うようになって12年という長い時間を思い出しながら今日を迎えました。それでも俺の見えないところでいろんなものを準備したり、結局ほとんどエリに任せていましたね。ありがとう。朝仕事に行くときに雨が降りそうだったら傘を持たせてくれて、花粉がすごい日はマスクを渡してくれて、靴下に穴が開いてたら新しい靴下を買ってきてくれてて、美味しいご飯屋さんを見つけたら今度連れてってあげるって言ってくれて、会社に美味しいお菓子があったらこっそり一つ持ってきてくれて、昨日も自分がエステに行ったからって夜に俺の顔のエステをやってくれて、おかげでむくみが取れました。いつもいつも本当にありがとう。これから先も手のかかる旦那だけどよろしくね。